エネルギーナビゲーターを畑晴美がお送りする今週のオラクルカードリーディング。今回は3月12日から18日までのジェネラルリーディングで B のカードを引いた皆さんへのメッセージです。はい、B のカードは初めて出てきたカードですね。アベンチュリンですね。グロースというカードですけど、アベンチュリンというのは、まあこれ、水のエネルギーですけど、これがアベンチュリンですね。まあ、緑ですから、やはりハートチャクラですね。で、ハートチャクラの色っていうのは、ピンクと緑、両方ハートチャクラなんですけど、ピンクはどっちかっていうと、ラブですね。とか、感謝とかね。で、緑の方はですね、どちらかというと、ヒーリングのエネルギーになります。本当にこのアベンチュリンっていうのは、非常にヒーリングのエネルギーが強い石ですね。それともう一つやっぱり緑の石というのはですね、アバンダンスとも関係してて、なんかやはり、なんていうのかな、金星とも関係あるんでしょうね。ハート、ヒーリングというかね、それだから、非常に成長も促してくれるんですね、ヒーリングを通して。で、まあ、お金なんかもこう回ってくるというふうにも言われていますね。非常に、そんなに高い石ではないですし、優しい優しい。本当に、実際にアベンチュリンはですね、心臓もヒールしてくれるというふうに言われています。で、このカード引かれた方っていうのは、グロースというのは成長という意味ですよね。で、本当にこの、なんか蝶々のような、こう、エンジェルの羽がついたような、天使がですね、アベンチュリン持ってますけども、やっぱりね、多分ね、このカードを引かれた方は、今もう成長していく途中なので、そろそろこういろんな見返ってきてですね、オリジナルセルフが出てきたときに、一歩踏み出してね、自分のハートが本当望んでいることを、それこそジャーニーと一緒ですよね。さっきのこの A のカードのジャーニーと一緒でですね、を、踏み出していきましょうというカードなんですよ。だからどういうことかというと、もしかしたら、お仕事でもいいです。今何かやってる、リレーションシップ、なんか自分らしく生きてないようなものがあってですね。で、でもやっぱりそれを断ち切って前に進んでいくとなると、例えば、まあ、経済的に離婚するとかいろんなことあると経済的に大変だし、やっていけるかしらとかっていう、こう、フィア、ね、不安の方で、その自分が成長している自分をですね、スクイーズ、こう、小さな、昔からあっても自分らしく生きられない、そのリミットの中に自分をこう詰め込んでしまったまま生きるのか。ね。それとも、大変かもしれないけど一歩踏み出して自分らしく生きていくための一歩を踏み出すのか。どっちなの？と。で、あなたはもう成長してるのよ、と。だから、もうあなたのその成長できなかった、してなかった前の殻を破ってですね、外に出ていきなさいよというメッセージだと私は読みます。で、ちょっとアファメーション読みましょう。I celebrate my growth。ね、私は私の成長をお祝いします。And release those aspects that no longer serve me。ですから、もう私にとってサーブしないもの、私にはこう、なんていうかな、サービスしてくれないもの、私にとってはもう、役に立たないもの、そういう側面はリリースしていきます。というメッセージなんですね。ですから、ちょっとこのカード引かれた方は、振り返ってみて、なんか自分らしく生きていけてないなっていうようなところ、窮屈だなって感じてるところ、それが人間関係かもしれないし、お仕事かもしれないし、もっと違ったことかもしれませんけれども、その、なんていうのかな、
自分の中の心癖かもしれないしね。あとはまあ自分もついついこう、ダメだだダメだなって責めてしまうような、そういったことかもしれません。でもそういったものの中で、もうそれは昔はそうだったけど、今はもう成長できて、一歩踏み出して、もっと大きな枠組みで自分は今見られるようになったなっていう、自分のこう成長してきたところにですね、目を向けてですね、今週は、そのあたりをしっかりと取り組んでいかれるといいんじゃないかと思います。はい。それでは今日はこれで終わりにします。素敵な一週間を過ごしてください。